はい、どうも、くつひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。皆さん、二人一組、嫌ですよね。これに共感してくださるお方はですね、ワイと同じく、ぼっちの経験があるか、もしくは、現在進行形で、ぼっちのお方であると、思われますね。ぼっちフレンズな。要するに、余るんですよね。二人一組を組むと。奇数なんだよ。奇数。2N プラス1。体育の授業の前の準備体操かなの後でストレッチをでね、二人一組を組まされた結果、ね、無事一人余ると。で、おーい。でね、靴ひも、お前は先生と一緒に組もうな。的なな。私さっき奇数だと一人余ると言いましたけれども、もっと悲しいのは、偶数なのに余ると。2N だが2で割り切れないんだな。おっと、危ない。いや、2N が2で割り切れないはずはないぞと。で、周りを見渡してみると、なんか Y 以外にもう一人、その人はぼっちじゃないのになぜか余っちまったお方がいて、まあ、仕方なくそのお方と二人一組を組むと。組まざるを得ないと。でも全然親しくないから、ね、お互い遠慮しちゃって、全然ストレッチにならない。もうストレスでしかないと。ぼっちはいけてないぜみたいな、そんなね、イメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないですけども、いや、それはね、ちゃいやすね。ワイラぼっち極めし者がね、まあ、奇数の中二人一組を組まされることによって、無事余ることによって、いや、余ったおかげで他のクラスメート諸君がな、余らずに済んだんだと、ね。ワイが体を張って余ったおかげで君たちは二人一組を組めているんだぞ。感謝しろと、思いながらワイは先生と気まずくストレッチしておりましたね。ってことでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。では。